ークレイズ。違います。東京アムアムワールド、アムアム東京トークレイズ。ブー。こんにちは、おばさん。トークごめんね。本日は何でしょう。本日はカルビうどん。うまそう。もうカルビということで、カルビうどんを作ってね、みんなでズルズル。東京アムアムワールド。準備するものはこちら。大根、牛カルビ、うどん、醤油、コチュッチャン、ごま油、卵、キムチ、ネギ、砂糖、ごま、イジュー。そしたらね、野菜を仕込んでいきます。まずね、大根を切っていきます。皮も切って、皮付きでもいいですよ、本当に。皮付きで全然いい。皮付きにしときゃよかった。で、一応今日はスープ、カルビスープ作るみたいな感じで、一応こんな感じで、ネギ、スープネギ切ります。私が働いてたね、某ジョジョ園では言ってるよ、スープネギ言ってる。ネギですね、こんな感じで。で、全部もうこう一定のね、長さに切ってくれやいいから。スープに入れる用のネギ、スープネギ。はい、仕込み OK。 そしたらもう鍋、銀だこ酒場立ちあるよね。ありますね。ちょっとだけごま油入れます。そしてカルビ、はい、あ、やべ、カルビです、はい、で、軽く塩コショウで下味つけます、カルビに、はい、で、炒めていきます、まずカルビを、はい、これ、あんまり実はないんだけど、私はね、ちょっとこれやってみようかなと思って、今回キムチ入れます。入れないパターンもあるから、入れるパターンでいきます。ここでね、お肉の旨味とキムチの旨味をね、いっぱい出してあげましょう。で、大根も入れる。こう炒めてあげることで旨味が引き立つから。で、コチュジャン入れます。おー、で、なんかさ、出汁だとかあるじゃん、知ってる、はい、出汁だ、出汁だとか入れてあげると余計美味しくなる。お水を入れてきます。これでね、煮込んだよ。で、シャオ油、砂糖、少し煮えてきたらネギも入れちゃいます。煮込んだんで、溶き卵を入れます。うーわ、うまそう。うまみ。そうしましたら、ごま油入れちゃいます。これで美味しくなりました。ほんで味見します。めっちゃ美味しい。嫌だな。これで盛り付けます。レンジでチンして温めてあるうどんあるさかい、これに入れてきます。この子の部屋にいる女の子、めっちゃうまそうやん。できました。ありがとうございます。カルビうどん、はい、ということで食べてみましょう。いただきあん。もう香りが、いや、うまそうだよな。最初想像したのより全然本格的なんだけど確かにあ、うめえ。うまっ、うん、うめえ。うまうめえ。すげえ牛肉の甘みが、うん、うわ、うめえ、うん、なんだよこのスープ、なんだよこのスープ、おいしい。これはめちゃめちゃ美味しいんじゃないでしょうか。焼肉屋さんみたいでしょ、うん、優しいだけじゃないんだよ、たまにちゃんと叱ってくれる感じがある。で、今回だしとか使ってないからね。うん、いや、出てるよ、もう牛肉とね、野菜だけ。ああ、
あ、これはあったまるね。うん。でさ、カルビってさ、焼かなくてもさ、うん、こうやって煮るのでも美味しいの。うん。ね、カルビ。おいぴー、あいつが言ったな。どうする、うん、食ったりして、なんか、おいぴーっつってやったら、おいぴー、え本物来た、優しい、来てくれた。簡単に作れちゃうんですよ。だって今日、ネギと大根しか切ってない。ご飯入れたらクッパになるし。汗かいてきた。ポカポカしますね、マジ。うん、キムチも入ってるからね。あ、うまい。美味しかったです。簡単にできちゃうんで、ぜひ皆さん真似してみてください。ごちそうさまでした。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。